こんばんは。いや、雪。雪よ、雪。こんばんは。ちょっとすいません。30分からやろうと思ってたんだけど。え、雪でちょっと待って。前髪やばいんだけど、どうしよう。待って。見て。すごい。なんか雪が水に変わりました、今。こんばんは。いや待って、いやちょっと、いやこんななってると思わなくて、外が今ちょっと新潟、いや そんなに降ってるのか分かんないんだけど、降ってたからまあと思ってたんだけど、いやさっきね足場見たら、なんかあの足場じゃない、何、足元を見たらすごい積もってた。そうで、今日シューズだったから、普通のスニーカーだったから、だからあのですね、びちょびちょに、靴下も、そして今なんかズボンを履いてるんですけど、ズボンもびちょびちょになりましたすいません、こんなところからスタートで。よいしょ。そんなに どこら辺から積もってるって言えばいいのか分かんないんだけど、ちょっと積もってた。スニーカーだとちょっとやばいくらい。あれ、うん、あってきた。おいしょ、本当にちょっとだけど、配信なんだけど。これでもする？これでもするか。良くなった、あ、ちょっと良くなった、良くなった、ちょ、よしよしよし、ちょっとまだ濡れてるけど待って、しかも画面めっちゃ濡れてる、画面拭いていいですか、ちょっと待って、ね、よいしょはい、え、ちょっと乾きました、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうみんな、なんか風邪ひかないでねって、ありがとうみんな全然大丈夫です、元気です、いつでも元気。はいはいはい、え、ちょっと待って、いろいろ今日ちょっと待ってどころか、もうちょっとで配信終わっちゃうよね、せっかく始めたのに。今日はなんか自分のグッズの、え、自分の持ってるなんかグッズでもちょっと振り返っていこうかなって、今本当に絶賛マジで掃除中言えなかった、絶賛掃除中なので、そう、掃除期間中って言えばいいのかな、おお、そうだから、ちょっとね、自分のところのグッズをね、今なんかやってたんですよ。あれあれ、どこが何、あれどこが何、ちょっと待って、え、あったー、すいません普通に掃除してたらなんかいろいろ出てきたな。今年中には掃除終わる、そうですね、今年のね冬くらいにできればいいかなと余ったります。なんかね、ちょっとね、あの片付けたんよ、ちょっと見てほしい。よいしょ、おいおいしょ、よいしょ、ちょっと見てほしい。なんかこうやってね、なんか入れてるんですけど、ん、あれ、あれちょっと待って、いろいろよくわかんない、どっか行っちゃった、まあいいや。これね、たくさん公園のね写真を入れてるんですよたくさん公園の写真を入れてます。これ本当にあのもうなんか何が何だかわからないくらい、本当にバラバラ
バラバラ順です本当にね順番バラバラなんだけど、そう、まあいつかね、いつかその順番直せたらいいなって思ってるんですけど、そう、なんかルアが真ん中のやつとかあるかな。そう、これねよく見ます。今んところねこれ2個できてるんだけど、3個目あるっけ、なんかどっかにあった気がする、どっか行きましたそう、なんか毎回これ写真いただけて、そう待って、ここにもあった。ユーハに、いやなんか、ユーハの生誕祭の時に、ユーハがね、メッセージカードをね、来てくださった方に書いてたんですけど、それがちょっと余ったらしくて、ちょっとだけ。そう、それをいただきましたので、これをここに入れてみた。え、やばくない？ユーハの直筆サイン！見てほしい。これがちょうどユーハのやつなんだけど、直筆サイン、しかも裏にパッ、ああ気をつけて帰ってね、だって、いや帰りました、気をつけてって感じ、本当に、いやめっちゃ嬉しかったよね、はい、直筆サインいただきました、はい、これからもそばにいてほしいですって言われたらもうずっといます、張り付きますって感じ、はい、いただきました。そうだから一応ね、なんかここに入れといてる、なんかどう入れればいいか分かんなくて、このカードの保管の仕方も本当に分かんないから、とりあえずなんか一緒に入れちゃえと思って、あ、ちなみにルアのメッセージカード大量にあるので大量にあるので誰かもらってください大量にあるので誰かよろしくお願いしますと。あ、これはリバイバル公演とかね、これも猫、みんなで猫になったんだけど、それルアいる、ここに、え、マジでみんなあげるみんなにちょっと発想したい、それかなんかさ、なんか劇場のところになんか自由に持ち帰ってくださいみたいな感じで置きたいくらい、ちょっと本当になんかせっかく書いたから私もなんか捨てちゃ嫌だなと思って、捨てたくはないと思ったから、そう、あ、ルアちゃんの方からにした、え、ありがとうえ、ぜひとも私のメッセージカードをもらってくださいねえ、本当に。あとはですね、何があったかな、あと思い出いっぱい公演の初日とかもね、そう、これなんでこんなにバラバラなんだっていうのは、本当に毎日ここに入れてるわけじゃなくて、あ、やべ入れないとって時に入れてるから、もうランダムなんですそう、毎回これ入れてたらね順番通りになるんだけどね、日付の。そう、あとリカさんの卒業公演とか、あとサマーソングセットリスト公演、これカラフルでいいよね、そう、この時のルアーの顔すごいやばいけどでも最近ちょっとずつ映りが良くなってきました。なんかつい私はなんか引き笑いをしてしまう、なんかニヒって笑うと本当に目がなくなるから、だからなんかちょっと顔作っ、なんかなんだろう、本当になんか顔作るのが苦手で、こうなっちゃう、なんかそれがちょっと最近治ってきたかなっていうふうに思います。あとはこの24日の時にこうやってクリスマスツリーのやつをやったんだけど、これよく見ると私もう手にしか見えなくてみんなこうやってるの、こうやってるのに、なんか私ちょっとなんか頭との距離近くて、なんかルアだけ手にしてるんだよ、あ、夏希ちゃんもちょっとしてるこれルアなんだけどちょっと手にしてるよね、そう、いや本当に、そう、後から見て、いやもうちょっと上だったなもうちょっと上だったなっていう風にちょっと反省しております、ね、面白いよね、なんかこういうのこういうの見つけると本当に面白い、はい、こんな感じです。ねえ、マジ思い出いっぱいすぎる、
うん、まあそういうのがこれがあります。みんなもぜひさりげなく手してみてください。なんか自由なポーズあるときちょっとなんか顔ここら辺に、手ここら辺にはい、これ全部埋まったからちょっとまた買い足さないと。とかあと懐かしいの見せていいですか。これやばくない、懐かしくない、これやばいんだけど、なんだこの顔めっちゃ懐かしいの見つけたと思って、これファーストツアー、あの NGT48 があのツアーさせていただいた時なんですけど、この時の缶バッジ、私の顔どうしたって感じだよね。あれほら、でも意外と大丈夫っちゃ大丈夫だけど、え若いよね、そうだよね、幼いねえ、懐かしい、本当に懐かしいんですけど、なんかこのね、まだ前髪がなんか揃いきってない感じ、まあ、なんか今みたいな感じ今みたいな感じなのがなんか昔っぽいなと思って、はい、まあでもなんかこれが中学3年生って思うと可愛いです、うん、高校1年生でこれだったらちょっとなんか恥ずかしいけど、なんか中学生ってだけでちょっと可愛く見えるので容姿ですちょっと可愛く見えるかなみたいな感じ、はい、紹介始めたら2時間くらい、そうですね、結構かかる。あとね、なんだろうな、ちょっと待ってね、あとはうわ、あ、これ見せたっけ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってしか言ってない、あ、待って、見せたかもしんない、え、それだったらごめんなさい、見せたかも、あ、見せたかもな、どっちでもいいかそう、あ、これ見せたかも、このクリスマスカードとかね、はい、これも私いただいて、まあ、クリスマス終わっちゃったけど、そう、このカードとかも、え、これさ、普通にさ、なんかこの子のファンだった場合は、この子のファンだった場合、携帯の後ろとかにつけたいんだけど、自分の時ってどうしようね。なんか携帯の後ろにつけていいのかな。そう、今でもなんか透明の携帯ケース使ってないから。そう。でも透明の携帯ケース持ってるんですよ。自分で自分のカードっていいのかな。これすっごい悩ましいよね。めっちゃ悩む。しかもあの全身2枚持ってますとりあえず保管と思って保管してるの。そう、2枚ずついただいて、あとこれリリノちゃんと交換した1回だから、リリノちゃんも持ってるんだ、かわいいね、リリノちゃんかわいいね、リリノちゃん。なんてツインテールが似合うんでしょうかね。本当にかわいい。そう、あ、ちなみに自分のもあります。はい。ちなみにね、はい、ありますよ。これもなんか、相変わらず、重めパッツンですね。うん、うん、うん。あと、なんならなんか、これ、いつも、え、これと同じか。なんか、キーホルダーも持ってて、これならちょっとなんかさりげなく使えるかなどうかな、これさりげなく使える、自分でなんか分かりにくいところに使えそうなので、はい、いつか使おうと思います。わーちゃんもツインテールしましょう。私は似合わないよ、あんまり。なんかね、高めツインよりはちょっと、自分ではちょっと低めツイン派かもしれない、最近は。でもそんな性格がめちゃめちゃあざとい人じゃないので、そう、もし似合ってたとしてもなんかそんな頻繁にできないそう、こういうグッズがありますということでございます。あ、これガチャに2等、あ、やっぱりだと思った、2等な気がした。あ、15分ありがとうございます。キャプテン、昨日の配信でみこさんのベルちゃん可愛いって言ってた。え、本当ですか。え、なんかさ、あのみゆさん、コンプされたんですか、私の生写真を。ほへ、も
もしかしてコンプされた？めちゃめちゃ嬉しいんだけど、それは。え、間違いだったらすみません。なんかみやさんが福袋で、え、そうだよね、え、めちゃめちゃ嬉しい。福袋の写真か、生写真。え、嬉しいんだけど、ちょっと恥ずかしいけどね、なんか恥ずかしいけど嬉しい。やったー。え、なになに、サイン、サイン、え、サインもらいに行くって言ってたの？いや、こちらがもらいたいくらいです。逆バージョンでちょっともらいたいところですね。え、なに、サイン来るの？サイン求むが、うわばば、え、嬉しい、やったー。え、なんか私も、え、なんか逆にもらいたいんだけど。私も書きたいし欲しいしって感じ。そうなんですね。へえ、教えてくださってありがとうございます。ありがてい。あ、みやさん自分の写真出なかった。あ、そうなんですね。へえ、すごい。いや、本当にじゃあもうランダムなんだね。ランダムか。おい、そうかそうか、嬉しいな。あと、あと他にね、いろいろあるよ。いてあー、待って。ガッサガサ、すいません。え、ね、待って、また抜け殻見つけたんだけど、ちょっと待って待って、ここまで見つけた。いや、今日のお昼配信の時に、なんか台だけ見つけたんですよ。そしたらなんか今これが見つかった。え、これシルエットだよね、完全に。え、待って、しんどい、面白いんだけど。え、ちょっと今、この子が、行方不明です。え？なんで？なんならこれも見つかってんし。これもね、これもないし。え、なんで？ちょっと待って待って。待って、やばい、時間やばい、ちょっと待って待って。なんかこの前ちょっと見つけた、ちょっとだけ見つけてるよな。ちょっとだけ。なんでないの？何で？え、どこ行ったんだろう、ちょっとすいません。シルエットの登場ということで、はい、そうですね。逆にこれ台ないし、これ逆に台がない。これ挟めんのかな、挟められるのかな、ちょっとやってみたい。え、無理かな、ちょっといける。あー、ダメだった、これ、はい、収まらない。いや、これも似合わないな、やっぱり、なんか。ということで、ちょっとなんかちょっと変な感じに終わるんですけど、終わりたいと思います。はい、チーズ。シルエットの磯部さんとも、ツーショットをね、させていただきたいと思われます。はい、多分見える方には見えると思います、このルアが。はい、ありがとうございます。ってことで、男女の方はお願いさせていただきたいと思います。お礼をさせてください。13、よちくん氏、ありがとうございます。12、トースト氏、ありがとうございます。11、ガトラテス氏、ありがとうございます。10位、大好き氏、ありがとうございます。9位、ヒロ氏、ありがとうございます。8位、鉄尾氏、ありがとうございます。7位、眉毛氏、ありがとうございます。6位、セッテンガー氏、ありがとうございます。5位、ケンジ氏、13日、応援行きます。ありがとうございます。
4位ハヤトアルピザ氏ありがとうございます。3位オジャ氏ありがとうございます。2位ピーメガネ氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポン、アイスラズマイル氏です。ありがとうございます。ありがとうね、あのお昼も夜も配信来てくれてありがとう。ちょっとまたクスタ話になったけど、あ、13日行く、ありがとう、行く予定、待ってるね、ありがとうございます。はい、ということで今日はなんかすっごい前髪が濡れた状態から、そして配信中にドライヤーで髪を乾かし、まあいろいろあったんですけども、はい、ちょっとあのアクスタのルアシをね見つけていこうと思います。はい、見つけますということで今日も配信見に来てくださってありがとうございました。またね、ありがとう。あ、そうだ、雪今降ってるから、もし明日ね、あの公演があるんですけど、明日私は出演しないんですけど、なんかもし行かれる方気をつけてお越しくださいまし。またね、ありがとう。